自画像、アレクサンデル・レッセルは、ポーランド人の画家、美術批評家。レッセルは主にポーランドの歴史と同時代の出来事を描いた。彼は、クラクフ科学アカデミーの会員で、また美術支援組織、ザヘンタの共同創設者の一人でもある。レッセルは、熱狂的なポーランド愛国者だった。父親は、ユダヤ教のラビであったが、レッセル本人は、ユダヤ系でありながら、 宗教生活には興味がなく、ユダヤ教社会の伝統とは距離を置いた生き方を貫いた。レッセルはワルシャワ大学の美術学科、さらにドレスデント・ミュンヘンの学校で美術を学んだ。彼は思考古学志向と呼ばれたポーランドの歴史画推進運動の草分けの一人であり、この意味でポーランド歴史画の体制者、ヤンマテイコの先駆的な存在と言える。 彼の参加していた歴史が推進運動の狙いはポーランドの歴史を絵画を通じて完全に再現することであった。このためレッセルの作品制作は本格的な歴史研究作業を基礎としていた。レッセル5人の死者の葬儀彼の現代画における著名な作品は5人の死者の葬儀である。この作品はユダヤ人の血を引くカトリック教徒のポーランド人たちが ロシアのコサックに殺された事件の被害者たちの葬儀の場面を描いたもので、同作品にはカトリック、正教の聖職者、それにユダヤ教のラビが同時に登場している。歴史画においては40人のポーランド君主の肖像画を、肖の肖像を参考にして作成している。このポーランド君主の肖像画群は解説付きの画集として1860年に 出版された。その他、修道院で、年代記を執筆するセビンツェンキカドーベク、モラビアを離れる、ボレスワフ曲唇公、体幹に望む、レシェクイス星次郎プロイセンの真珠、ビスワ川から引き上げられる、バンダオ王女の遺体といった主題で、歴史画を制作した。キリストの変容、マグダラのマリアなど、キリスト教の主題も扱っている。ありがとうございます。